久保さんあれですね、ポルシェですか <laughs> ?Z もいいっすね。Z のね、紫もいいっすね。Z、あの、なんだ、あの、Z の昔のあの形の紫。あれいいっすね。うんまあ、ポルシェもいいっすよね。なんかポルシェの昔の、その、今のポルシェじゃなくて、あの、丸いやつですよね。911だったかな丸い昔の。 なんかもう、あれ、なんか昭和生まれ、僕も昭和なんで、<laughs> あれポルシェって感じですよね。うん、まああの、結局、僕たちが億万長者になってしまうという <laughs>。僕ね、億万長者になるね、三段ができまして、久保さん <laughs>。最近ね、あ、これめっちゃええやんっていうね、思いつきして、で、僕は、あの、これはちょっと言わないですけど、 動画2万本アップしたらそれを仕掛けます。動画2万本になったらそれ仕掛けていきます。それが発動する、どれだけするか分かんないですけど、もし発動してくれる、発動したら、まあまあ、いい感じになるかもしれないですね。<laughs> しかもね、お互いにいいっていう。お互いにメリットしかないっていう。お互いにメリットしかないっていうこのね、あの、ビジネスプランを考えまして。<laughs> めちゃくちゃこれいいっすよ。うん、久保さん <laughs>。これはね、僕の YouTube のアカウントがバンされても、しかも生き残れるっていうね、すごい、すごい壮大スペクタクルですね <laughs>。まあ何かっていうと、まあ,あの、まあ、それは、そのビジネスプランはちょっと2万本いったら公開しますけど、まあ続けて、続けてなければできないってことですね。 何も。何でも。だって辞めたら終わりじゃないですか。辞めたら可能性はなくなるので。まあ、あの、今の会社で、今辞めたら、その会社で出世する可能性はゼロですよね。辞めて出世するってありえます多分ないですよね。<laughs> 辞めて出世します。辞表出しといて、なんか10年後、なんか上司になるとかね。絶対なくないですか。<laughs> 辞めてんだから。 うんだからまあ続けるっていうのがやっぱベースで絶対必要かなどうか思いますね。で、ネットの場合は続けてもコストがかかんないんで続けられるんですよ。例えばマージャン店を続けるっつったらね、久保さんできました ?10 年間マージャン店あの状態で続けられました多分無理ですよね。多分自己破産でしょ多分10年あの,あの経営もし続け、あの経営を10年続けられないですよね。どんなに借金できんねんみたいな。 逆にすげえなみたいなね <laughs>。どっから金引っ張ってきたみたいなね <laughs>。無限に金引っ張れるって、それも、もはやなんかお金稼いでるようなもんじゃんみたいなね <laughs>。多分無理ですよね。どっかで絶対、キャパは絶対来るはずなんで、さすがに久保さん、無理ですと <laughs>。あなたに金貸すかもも、もちろん無理ですみたいな話ですよね <laughs>。でもネットの場合って、やっぱコストかかんないんで、だから続けられるんですよね。 これが僕最強のネットのいいとこかなと思います。本当にお金かかんないんで、ありがたいですよね。YouTube とかも0円だし、だからこんだけね、僕動画アップしてて、普通にね、ローカルでハードディスクに僕の動画量を保存してたら、めちゃめちゃもう30万とか40万するんじゃないですか。うーん、なんか、100テラでじゃ効かないですよ、多分。最近 4K の動画もいっぱいアップしてるんで。 100テラじゃ効かないですね。<laughs> もうわかんないっす。もうテラ数わかんないっす。1000テラ。1000テラの上ってなんだ ?1 万テラ。<laughs> ハードディスクね、買わないといけないですよ。ね、普通にローカルで保存してたら。僕20テラまで持ってるんですけど、20テラ以上もう買うことやめましたね。もうこれ切りねえな、みたいな。<laughs> もう切りない。<laughs> いくらテラ数あっても単年追いつかないみたいなね。だ四 4K の動画とか1ファイル40ギガとかね。 あるんですよ、ね、<laughs> 40ギガこ,これ10本アップしただけで400ギガとかじゃないですか <laughs> そうで100本アップしたら4000ギガでしょ無理ですね <laughs> うん、まあ、そんな感じで、まあ、続けることがまずベースですねでも続けるだけじゃダメですよ結果出していかないとダメなんでじゃ結果出すために何が大事かっていうとどうやって集客するのか えー、どうやって商品作って売っていくのかっていう、その勉強してそれをやるってことですね。うん。続けていくのは当たり前だと。で、その上で結果をどう出していくのかっていう結果に貪欲になるってことですね。みんななんかその続けることが目的になっちゃって、結果をに貪欲に、さ、前ね、目先の利益みたいな話をしましたけど、まあ、結果に貪欲にならないとダメですね。ビジネスやるんだったら。 ボランティアやりたいんだ別ですけど、ビジネスやってお金稼ぎたいんだったら結果に貪欲にならないと、はい、言ってらっしゃい。